本来那个闽南谈吐南，この景色も本番が最後ですね。明日いよいよこのホテルから隔離期間が終わって出るので、まあそういうタイミングというのはまだ関係ないので、この菊短のテキストをちょっと今本格的にやり始めようと思ってるんだけど、この冒頭の方で相手の呼び方のね、紹介が非常に細かく紹介されてて、前のテキストじゃここまでね、ケースバイケースで紹介されてなかったんで、まあちょっとね、しつこいぐらいにあるから、かったるい部分もあるけど、一つね、この中っていう言い方、親と同世代くらいの男性に対して、これは前のテキストではなかったね。おじさんっていう、その家族構成図の中ではあったけど、相手の呼び方としてね、二人称の呼び方として、中っていうのがあるね。まあ使わないね、これね。で、あと、この、なんつうんだろうな、ちょっと親しみがない場合には、あえて一段上の呼び方にする、自分よりもね、上の呼び方にするっていう、そういう説明があるね。例えば、アインの場合、まあ、兄、姉と同世代、もしくは自分と同年代くらいで、あまり親しくない男性に対して、まあね、年上の男性に対して言う、アインって使うのは、普通にね、認識していたんだけど、まあ、ちょっと同年代なんだけど、ちょっと距離がある、親しくないっていう場合は、1個上のね、番とか M じゃなくて、まあ上の言い方をしておこうということなんだよね。これはまあ、このテキストで書いてあって、あ、そうなんだと認識したところです。まあ細かいね、これね、非常に。明日からは、まあまた基本的な構文だけどやっていこうと思う。まあまたテキスト変わったらね、新しい発見もあるかもしれないし、まあゼロから始めれば、それはそれでまた継続してやってるけどね、ちょっとまた違う語彙も増やしていこうと思うんで。はい。